はい、こんにちは。はい、こんにちは。今日は、魂にあふれる道ということで、デューイ・レイコさんに来ていただいております。あと、左側にはマーカですね。私たちを見守ってくれているという、聖者サイマーさんですね。ということで、またいろんな話を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日はどこから行きますかね。そうですね。本当にテリーさん、今日久しぶりあ、で。はい、ありがとうございます。はい。今年に入ってから、サイマーも随分、活動が、今活発で、すごくエネルギーが変わってきてるんですね。で、ちょっと今年明けから、1月に入ってから、サイマーがもう、ちょうど私はその時、インドに行ってたんですけれども、年明け早々に、ブラマチャリ全員に連絡が入り、今年の教えがあるっていうことで、みんなに、いろんなダウンロード、言葉のダウンロードを一生懸命控えてたんですけれども、いろんな教えが渡されまして、今年1年にかけて世の中の皆さんにそれを広げていってほしいというふうに依頼されました。で、それを本当に9日間に渡ってずっとこういろいろ聞いて、受けて、エネルギー的にも受けて、してたんですけれども、本当に今年に入って、なんかすごく大きな動きが出てきたなっていう気がします。ある意味で、2012年の12月、もうずいぶん前々から、これはマヤのカレンダーも終わり、地球のエネルギーが相当か、もう大きく変化して、今までの世の中が完了され、新しい時代に入るというふうに、もう、ずいぶん前から言われてたもので、実際その時に来た時に、本当最初は本当地球はなくなっちゃうんじゃないかなとか、どうなっちゃうのかなとか、いろいろ思ってたんですけれども、大きなシフトがエネルギー的にあったと同時に、ある意味でまだ毎日が、ある意味では普通にもう続いていたという気もしましたけれども、何かそれがもうシフトの、扉が一旦か、あの開いて変わったけれども、本当に大きなシフトの本当の動きですか、本当に大きく世の中が変わっていくのはこれからの時代、まあ今年から新たな7年の周期に入ったと、地球が入ったと言ってるんですね。で、今年早々から私たちも、から受けている情報にしてもエネルギーにしても、本当に変わったって、そういう実感がありますけれども、それと一緒に、逆に世の中はすごく大変な時期に突入したっていう、そういう実感もあるんですよね。ニュース見ても、パリの事件とか、ベルギーの事件でのいろんな爆弾とか、すいません、いろんな、そうですね、爆弾とか殺害とか、アメリカにおいても、もういろんな人がもうちょっと気がおかしくなって暴走して人を殺したりとか、そういうニュースが本当に連発的に出ていて、で、周りの人たち、いろんな世の中見てても、本当に、戦争とか緊張状態になっていたり、人々が今まで普通に何とかやってたのが、もうここに来たらもう本当に辛いとか、本当にもうどうしてもいいかわからないとか、ある意味では危機、皆さんがいろんな意味で危機に入っていってるっていう、そういうことも今年に入っていろいろ見えてきてると思うんですね。ある意味で連発的にどんどんいろんなことが出てきてると。で、これは本当になんか表に全てが上がってきてる。地球自身がすごい勢いで、もう前々からここ数年の間、マーが地球には新しい波動、高い次元の波動が降りてきてるっていう話をしてるんですけれど、フォートンのエネルギー、フォートンそのエネルギー体に入ったとか、地球自身が新たな時代に入ったとか、どん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 今地球自身が上昇中で、地球そのものの選手に向かってっていう話も今まではしてきたんですけれども、今年ぐらいに入ったら、それが本当に実感、実現的に本当に何か変わったっていう、私としてはすごくそれが身にしめて、すごく波動が変わってきてるなっていうのがあります。自分のワークにしてもそうですし、周り見ててもそうですし、それは、いろんな面には出てきてるんですけれども、要はそういう
本当に大変なものとか分離とか戦争にしてもそうですが、そういうものが私たち人間が地球に入れてしまった、そういう波動ですよね。人間が地球に歪んだエネルギー、そういったもの、分離のエネルギーをずっと入れてきているわけなので、地球が上昇して、地球が新たな次元に上昇しようとしている中では、そういうエネルギーがどうしても地球としては吐き出してしまっている、本当にこぼれ出してしまっているということで、まあ、自然界の中でも地震とか、この間も日本でもありましたけれど、いろんな意味でそれが現れ、そしてやっぱり大きく人間の心の中でも現れているという、まあ、本当に今年入ってからいろんなことが次々に起きているなっていう、そういう実感はありますが、いかがでしょうか、テリーさんの方は。そうですね、まあ、日本列島自体は今すごく火山が活発化しているような感じがいたしますし、地震も多いですし、まあ、こう人は結構人は意識が上がってきた感じはすごくしてるんですが、反面やっぱり人がやっぱり結構いろんな人がいろんなどうしたらいいのか分かんなくて右往左往してる状況があるような気がしてますね。はい、で、まあ、ちょうど去年の11月にグローバルアドレスといって、今年にかけてどういうエネルギーが動き出すとか、どういうものが今年、まあ、今年が見えるようになってくるとか、それに、そして私たちはそれに対してどのように対応していっていいのかと、そういうの結構長90分ぐらいにかけていろいろ語ってましたけれども、それが全体的に今年の教えにもなり、今年の課題として取り上げてたんですね。で、その大きな課題の一つでは、まあ、今回の魂にあふれる道ということで今日のテーマですが、これは今年のテーマでもあるんです。ソルフルパースって言って、ソルは魂、フルは、まあ、溢れる、いっぱいに溢れる、パースは道の意味で、これは今年はその魂に満ち溢れる道を歩むっていうこと。で、サイモン自身本当に去年から、まあ、去年はマイソウルスジャーニーっていう魂の旅っていう年で始まり、で今年は魂あふれる道ということで、まあ、ここ去年と今年では魂のことを結構いろいろ話すようになってるんですけれども、この間ちょっと他の機会でまあ、その魂についての文章をこういろいろ探して読んでた探してたんですけれども、その以前はほとんど触れてないんですね。本当に魂、まあ、仮定する魂と何かっていう感じではあんまり話には出てなかったんですね。なので、まあ、ちょうど今がそういう時期になって、今が魂とつながる時期であり、魂から生きる時期に入ったっていうことをすごく、まあ、強調してる。今まで本当それに対する準備としてはいたけれども、実際魂と自分が結びついて生きていく時期は今そこに入っていってるっていう感じがすごくしてますね。なんかますますこういろんなことが起こってきちゃうと、魂につながってないとやっていけないんじゃないかなって気がするんですけど。そうですね、確かに。で、魂の過程とか、まあ、いろいろな人には魂をの考え方とかいろいろあると思いますので、マーの魂、マーが魂って言った時に、私たちのどういう意味でソウルっていうのはどういう意味で語ってるか、ちょっと少し一言言った方が分かりやすいかなと思いますけれども、マーの言ってる魂っていうものは、私たちの私たちは、まあ、宇宙の存在として、神聖なる存在として、もともとはみんなワンネスの意識の中にあった、みんながその根源から来ていて、みんながつながっているという過程の中で、魂はそこから、まあ、一つの表現ですね。だから私たちはみんな一つの、まあ、太陽のを想像するといっぱい光線出てますよね。で、そういろんなそのいっぱいの光線が私たちだと思って、その太陽と中心にはみんなつながってて、本当大元は一緒なんだけれども、それぞれの光線を通していろいろ表しが、で、その表しとなっている私たちが魂であり、
それがもう根源からの自分も知っているし、自分の旅も知っているし、なぜここに来てどういう課題を持っているとか、そして例えばこの地球に来る上でも、一回この地球でいろいろ課題があるとしますね。で、ここで生まれ、ここで地球学校でいろいろ学びがあって、地球学校でもしかしたら進学して、次の時また違う課題で、今回やり残した課題を、続けるために、戻ってきたり、そして、そうやって何回か生まれ変わりながら、最終的には、下脱っていう、その過程もまたお話ししますけれども、ちょっと今年重要なテーマなので、要するにその悟って、いずれはここで生まれてこなくなる、その状態までたどり着くわけなんですけれども、その、毎回毎回戻ってくる、何かの課題を持って戻ってくるときに、その、全部、毎回の人生を通して、自分の道を覚えてる、知ってるのが魂。だから前回からの魂が今回も続き、それの持ってる課題とか本当の自分らしさっていうものを、本来の自分らしさですね、をずっと代々引き継いでいってるのが魂であるので、で、今回も何をしに来たか、どういうことを解決しに来たのか、そして、本当の自分を一番よく知ってるので、それを最終的に課題としてちゃんとやり遂げるためにどうしたらいいのかとか、全部その魂、自分の魂というものが知っていると。だから、魂とつながっていれば、ちゃんと魂の声も聞こえて、自分の魂ですから、自分の魂と本当に密接な関係を持っていられたら、今度はここで歩む道においては、刻々と、きちっと、誘導してもらえると。だから、支離滅裂ってただわけのわかんないところで、何しに来たかもわかんないし、どこから手がけてもいいのかわからない。我々の大半の場合は、そんな状態で、どうしてこの地球に生まれてきたんだろうかとか、なぜ今こういうことで苦労してるんだろうかとか、今実際自分は何をすればいいのか、どういう仕事に就けばいいのか、どういう人生を夢ばいいのか、どういうパートナーでいるとか、いたいのかとか、子供を育てるのにはどういうふうにしていったらいいのかとか、それぞれいろんな悩み持ってると思うんですよね。日常生活の中に出てくる。で、その中は本当にもうどうしていいのか全くわからなくて、もう最終的に何をしてももうダメだとか、何をしても全然パッと来ないから、もう何もする気力もなくなったりとか、何をしてもいろいろぶち当たってしまって大変だったり、だからそういう人生ですごくなんか自分の人生を無駄に過ごしているような気がするとか、本当に何のために生まれてきたのか全然わからないとか、そういうふうに気を落としてしまったり、無意味にこの地球に時間を過ごしてる。本当にどういうふうに、もっと、本当に何かしたいんだけど、何をしていいのか、していいのかもわからないし、本当に自分の何やりたいのかもわからないとか、そういう時は、本当に魂とお互いに聞き合えてない、なんか、それが、去年から今年にかけて、そして今年を本格的に、その魂と本当にこうつながり合いながら、その魂の声を聞きながら、そして自分のこの世に来て何をしていきたいのか、何をしていかなければならないのか、どういう課題を、どういう約束を自分にして生まれてきたのか、そういうものを、もう魂からこう、なんて言うんでしょうか、こう、聞きながら歩んでいけると、すごくそう誘導してもらえるっていうんでしょうか。すごく自分の、目的とか、自分のやりがいとか、本当にやりに来たことをやっているその充実さとか、そういうものがだんだん、覚えていけるんではないかと。そんな感じで、今特にすっごく地球のエネルギーが上昇している中で、もう今の私たちの知っている地球ってものがほとんどもうどん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 なくなっていくんですよね。今までのあり方がもう通用しなくなってる。で、その通用しなくなってくる中だったら、今度、今までは、それでもなんとか、
なんとか分からないなりに、周り見ながらやればなんとか生きてこられたのも、もうなんとかも効かなくなってくるんですよね。誰も今の状態でどうしていいのか分からないっていう、そういう時代に入ってると思うんですよ。だから、その中で本当にもう誰からも、教えてもらうとかじゃなく、本当に自分の内面の声、内面のその魂、が聞こえるようになって、それ、もう瞬時にどん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 物事が変わってますので、それが聞こえるようにならないと、結構、ちょっと、もう辛いっていうのかな、大変っていうのかなっていう時代に、もう入りつつ、もう入っていってるっていう、そんな感じかなっていうところです。だから、悪く今すごく魂とのつながりを、こう、その関係ですね。関係を築き上げていくとか、そのあたりに重点を置いてます。やっぱりその魂からの声がこう伝わってこないと、やっぱり、何していいか本当に分からなくなっちゃうってことですね。本当は私たちはその本来の、神様に直結してるわけだから、つながっているところから本当はご信号が来てるんだけど、それが今現代じゃこれがいろんな問題でこうブロックがあって取れなくなっちゃってるということなんですね。それがを活性化してくれるのがそののワークだったりするわけですよね、今のね。そうですね。それはちょっと興味深いですね。もうは本当に燃えてます。見えてますか。で、このぐらいのワークになってくると、今、本当に、もちろん魂の声を聞きながら、私たちの細胞一つ一つを活性していきながら、自分の生命力とものを、本当にこの中心太陽とか、もう上昇されていってる波動の中で、私たちもどん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 その波動に向けて、一緒に波動を、上げていっているわけなので、っていうのは、地球自身が上昇してるから、私たちがもう地球の上に乗ってるから上昇しざるを得ない状況。で、これを前々から、数年前から話しては出てるところなんですが、それが、もう今になったら、もう瞬間瞬間いろいろ変わってきてるっていう状態なんですね。今まで時間かけて、いろいろ、こういう悩みとかあったら、それ解決するのに、こういろいろ相談したり、いろいろ考えて、自分でこう解決していくのに、ある程度時間かけていってたような時代から、今はもう何かがかかってきたら、もう瞬時にそれに立ち向かって、立ち向かうというか、向かい合って、瞬時にこう解決していかないと、次のがもうどん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 上がっていくので、もう、そういう感じな時なんですね。だから、本当に、もう本当はすごい時代に入ってる。もう本当に素晴らしい時代に入っていると同時に、そのツールが、いろいろ、あれば、結構この中を誘導していくこ、いくのに、だん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 、もう楽しくもなってくる。てか、だんだん、自分の、いろいろ自分のと対面していく中の、もちろんいろんな自分のパターン、もう怒りにしても、恐れにしても、心配することにしても、いろんなことに対面していくときは、まだあるんだ。まだこれが出てきてるとか、またこの子と同じような悩みがあるとか、思っていることも、もう頻繁にもっと上がってきてるといえば来てるかもしれないけれども、それが痛感する時間も、ツール車さえ、使えば、どん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 そこを通過していけるので、どんどん軽くなっていく。速度も一緒に速くなってる。それはそのツールは、のホームページとか行けばすぐ見れますか？ホームページは、あんまり出てないかもしれない。今はもうちょっと本当にオンラインでいろいろ教えたり、そういうものを、しようとしているので、今、アメリカからして全部ホームページ、今年にかけてだいぶ作り直す、計画で動いてますけれども、今までのあり方とか、特にホームページの今までの使い方とか、もう、間に合わないっていうか、本当にそれでは、全然、使え、もっとそのホームページ利用できるはずなので、そういうの作っていきますが、今のところあんまりそういうのはなくて、結構、むしろ、せっかく、マーが、
あと1ヶ月日本に来ますので、そういう機会でエネルギー直接受けるのが一番、まあ、いつも一番いいんですけれども、はい、ダルシャンでもプログラムでも、エネルギー、そのシャクティと、教えを直接受けて、エネルギーですからね。その、一つ一つのツールはもちろん教えてくれる。そして、は常に教育のことを言ってますので、私たちがいろんなことに対面していってる中で、全くそれどうやって対応していいのかわからない状態であれば、結構辛いところがあったり、でも、これがなぜそういうものが浮上しているのか、それについてどういうふうに対応していいのか、そしてどうやって自分をこの成長させていく方向に持っていくのかとか、そういう教えを自分の中知ってるのだけでもだいぶ安心感がある、はい、これは今 の, じあの時代ではこれが結構普通なんだ、私だけじゃないんだ、みんな同じようなことで悩んだり、同じことで今通過そういう問題と立ち向かっていってる、でちゃんと立ち向かっていったらどんどんそれが解決できるんだと安心感、はい、あとどうやって誘導していいのか本当にわからないと思うんですよね。今まで のやり方ではできないから、とか我慢するとか抑えるとか、ちょっとなかったことにしようとか、そういうのが全部通用しなくなっちゃってるから、無視すると何回でもまた現れますから、それは今では自分ここの世の中に持って残ってる課題っていうものは嫌っていうほど、本当にそれちゃんと立ち向かって解決するまで、何度でも繰り返し目の前に現れるので、もう、対面しざるを得ない。もう、という選択のない選択。選択あるようで本当はもう選択がないんだと。これがやらないと地球がもう変わっちゃうから、私たちがそうやって、変わりざるを得ない。そういう時代に入ったんだなっていう。うん、なるほどね、はい、でもツールもすごく簡単になってるんですよ、はい、でマーが特にマーのところに行けばその伝達受けられるけれども、うん、内容からしたら本当に簡単になってるんですよ、うん、今まではそうなんか例えば不安だとしますね。不安だという気持ちがあったら、それ不安の気持ちを、こう、自分の中で抱えてると思ったら、これが不安だと。まずそれを本当にしっかり受け止めて、それをしっかり自分の中で見て、しっかり感じて、それを、自分の中で本当に、こう、受け入れることで溶かしていく。で、その自分の中でそういう自分がある自分を受けていくと、そういう過程があって、その中で、溶かしていくってことが、今までのワークで、はい、もちろんそれはパワフルなんですけれども、はい、今では、もうそこ、今のワーク、のワークである意味、じゃあ不安だったら、その不安に集中するんではなく、もう不安よりも、じゃあ、安心感、安心感という波動を、だから全て波動だから、安心感という波動を自分の中で感じ取って、その上に上書きしちゃうんです。一呼吸でもう書いてちゃうんです。反対の波動を入れちゃうんですよ、バッと。そうなんです。はあ、そういうワークに今、がどんどん入っていってるんですね。はあ、早いですね。だっていうか、はあ、すごいですね。もう、なんだか、丁寧っていうのはちょっと違うんですけど、もうどんどんいっちゃう感じですね。そうそうそう。だからもうどんどん出てきたら、はい、で、そういう課題出てこ、悟るまで出てきますよってマーが言うんですね。はい、完全に悟って、うん、っていうのは、さっき言ってた悟りの過程なんですけれども、はい、その悟りっていうものは、何か、到達しなくちゃいけないものとか、ほど遠いもの、自分にはない、とてつもなく強いものではなく、うん、もう自分は生まれた時にある。だから、新生児ってすごいなんか光り輝いてて、生き生きしてて、もう生命力いっぱいで輝いてますよね。はい、はい、赤ちゃんですね。はい、赤ちゃん、生まれたたての赤ちゃん。はい、で、もうこう上こう回ってて、なんか天使たちを見てる、いろんな存在たちを見てるなっていう感じで、本当に
悟った状態で生まれてるんですね。だから私たちもみんなそういう状態はもうあるんです。で、そういう状態は何かって言ったら、自分は光である。本当に愛である。純粋である。自分の中何の疑いも批判も否定も何もない。本当に、喜びと愛と、思いやりと、そういう我々に言う、本当に心が広がるような、そういう要素。それが全部本来の自分の姿なんですよね。で、そのエネルギーになりきれるときは、その時は、悟ってる状態なんです。本来の自分のであるんです。だから、それ以外のもの、怒りとか不安とか、イライラにしても、嫉妬にしても、疑い、大きな疑いとか批判、いろいろ見て、どうしてあの人こうしてんだろうとか、どうしてあの人はあんな髪型してんだろうとか、あの人は歩き方おかしいとか、なんでもすごい批判したがりますよね、多かれ少なかれ。世間の人はそういう人多いですよね。はい。で、そういったものは、全部こう自分気持ちを小さくさせるものですよね。そう言ってる時ってすごく広大な自分になってないわけですよね。だからそういう自分を縮小させるようなそういうエネルギーは全て本当の自分じゃないんですよ。生まれてか、親からもらってるか、環境の中からもらってるか、もう本当に社会からもらってるか、何かのところで自分に、本当のその自分の光とか愛とか、その優しさとか思いやりとか勇気とか、そういった本当のこう広大に広がるそういう要素を覆いかぶせてしまって、隠しちゃうんですね。なるほどね。だから、まあ、言って、悟りっていうものは、ただそういう自分じゃない要素が全部追い払って、はい、全部こう綺麗に払って、まあ、玉ねぎを剥くように、照明の中心の本当の自分を思い出して、あれは全部違ってなんだ。自分じゃないんだ。これが本当の自分だと思い出した時が悟りなんだとマーが言ってますね。だから、すごく程遠いものでもなく、一番ある意味で身近なもの。で、今は世界みんながもう悟れる時代に入った。まあ、マーが、はい、来た。来ましたね。来ました。全員が悟り時代入った。全員の悟り時代。はい。で、マーが、もう前々から言ってますよね、テリーさん。まあ、最初からマーはグローバルエンライトメント、世界全体の悟りが目的で生まれてきてると。慈悲のすごい高い方ですよね、慈悲っていうか愛っていうかね。で、そうなんです。で、もうそれが、だから私もようやくその意味が、だから世界みんなが悟るってどういう状態なんだろうとか、どういうものなんだろうとか。ね、本当に洞窟みんな座って悟っていくのとか、実際悟りと何だろうと、ずっとそれも自分の課題でもあって、で、ここに来て、だんだんそれが、まあ、の近くで、こういろいろ教えを受けながら、本当にだんだん自分の中で実感してきたのは、あ、本当の自分の姿、自分が、みんなが本当の自分が愛だっていうこと、本当、お互いにみんなと、誰と触れ合っている中でも、本当に、何があっても、その愛でいられる、思いやりでいられる、何があっても自分の中でのイライラとか、批判とか、そういうものが引き金とならない、そういうもの引き出されない、そういうものが全然自分の中なくなっていく、それが悟っていく。で、最終的にその残ってる、何があっても、よくブッダの話とか仏様の話となっていくと、何を言われても全然反応が、あ、そうですかって、よくすごく上の悟られた首相さんの話とかなると、何があっても、あ、そうですかってなんか聞いてて、いいことも悪いこともあんまり同じような反応で、あ、そうですかってただ受け入れていくような、あ、そういう状態が本当にすごく褒められても、すごく叱られても、すごく批判されても、すごく愛想をついてきても、何があっても同じように感じる、あ、そうですかって。だからそういう感じに何て言うんですかってなっていくっていうのが悟りだとすれば、世界全体の悟りっていうものは、あ、可能なんだな、本当可能なんだなって最近思ってきたんですよ。前は本当にできる、本当にそんなことって可能なのかなっていうところから、そういう状態にみんながなるっていうことは、あ、
本当に可能性あるかなっていうのが最近、思えてきたんですね。で、まあそれの一つは、本当に魂と、つながるだけじゃなくて、魂と一体として、魂にはそういう批判とか、そういう、嫉妬にしても、怒りにしても、激怒にしても、疑いとか、そういうの全くないので、その純粋な存在、自分の中の一番純粋な存在のところなので、魂と密接に一つになればなるほど、魂として生きるようになればなるほど、悟った状態の自分になっていってるのかなっていうのが、本当に、だから今まあは魂っていうことをすごく、重要視してるのかなと。なるほどね。これよく悟るとハートが開くとか言うじゃないですか。このハートが開くと魂とこう一体になってくるというのはちょっと違うわけですよね。まあハートが開くっていう、ハートがすっごく重要な役割なんですよね。うん、で、昔も、まあいろんな、まあドランバラの話にしてもそうなんですけれども、はい、私たち人間界ではいろんな段階この地球に歩いてきたと。で、アトランティス時代とか、ルメリアとか、ムーの時代とか、いろいろ、体験してきてるわけなんですけれども、すごく意識が高まった時代もあると。ただ、意識がすごく高まっていたけれども、ハートに、ハートに、完全に入ってなかった、その愛そのものになってなかった頃は、すごく技術に走って、ハートのない技術に走ってしまって、この世を破壊していったという、前例も持っている地球なので、今回は、とにかく、ハートの重要性。で、意識、まあ、ある意味では、言葉をただ反映するしかできないけれども、今の自分は、その、ハート、ごめんなさい、悟りそのものは私たちの、一番大元の状態なので、本当の自分を思い出す。簡単に言ったら本当にそれだけ。で、本当の自分の状態、本当の意味の自分っていうものは、高次元の自分は愛そのものだから、ハートなしでは不可能なつながりなんですね。で、そのハートの中も、ハートって言っても、人間には、ハートには二つの要素があり、人間の愛というハートの要素と、神聖なる神の愛っていうハートの要素を持っていて、その二つは、ある膜で、まあ、分けられていって、それが自分の本当の愛、もう無条件の愛って言った方がいいかな。神なる無条件の愛が多くなれば多くなるほど、だから何があっても人を批判しない。何があっても人を愛する。どういう状況であっても、受け入れられる。という、そういうハートの中に、の状態が高まれば高まるほど、人間のハートは条件あるハートだから、こうしてくれると愛するねって、よくある私たちの。でも、一年後とか、なんか、喧嘩した後はもう愛してないとか、夫婦仲間でもそうですよね。最初新婚時代はほやほやだけど、なんかいろいろごたごたが出てきたり、もう、愛してないとか、別れるとか、そういうふうになってくる。それは人間の愛であって、条件のある愛。で、無条件のハート、その神なるハート、何があっても変わらない愛、そういう状態で、が自分の中で広がれば広がるほど、長く保てるようになればなるほど、その二つをこれ分けてる膜が、まあ、だんだん薄れていて溶けますよ、と。いずれは神の愛だけが残ると。はいはい。うん。おー、なるほど。そこをやっぱ目指していくというわけですね。そうですね。で、いつもマーが脳のことすごく重要視してますよね。はい、悟りに、この今のワークにおいて。っていうのは脳の中にいろいろ私たちの持ってる、そういうパターン、マーが言ってるパターン、サンスクリット語で言ったらサムスカーラ。だからそこに怒りとか、さっきからずっと言ってる嫉妬とか、そういう人間的な本来の自分じゃない、そういうパターンを脳に持ってるので、それを光で溶かしていきながら、そういう、まあ、本来の自分じゃない、そういったものをどんどん溶かしていきながら、
ハートもどんどん愛に目指していきながら、いずれは神聖なるマインドと神聖なるハートが統合され、ここが一つになっていって、神なる状態で統合されていく。これが今すごく目的とされている。ちょうどドラムロとその話してたんですよね。よく最近では合言葉のように世界平和とか世界平和の瞑想とかいろいろ出てきてますけれども、その話もこの間ちょうどドラマルと結構刻々とまあもう同じこと言ってたんですけど話してたんですね。それでなかなかそれが本当に成功してる、少しずつもちろんだ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 んいろいろとすごいみんなが統合されていって、その気持ちが一つになっていってって、ものすごく素晴らしいことが起きている、中で、ただ戦争が完全に平和になってない。戦争状態がまだ解決されていないっていう状態は、それだけの人がみんな瞑想で集まるようになっているにもかかわらず、どうしてなんだと、いうことについて、ドラムロ自身も100万人とかそういう一緒に瞑想にしたりとかいうことをやってきてるけど、なかなかそれができないと。聖者たちも同じ課題で、なぜそれがなかなかできないんだろうっていう話の中では、やっぱりこのハートとこのマインド、これが、本当に神聖なる、聖なるこのつながり、これを、作っていかないと、それができていかないと、なかなか、ごめん。すいません。それが、できていかない状態で、いろんな、その平和の祈りだけじゃなくて、いろんな意味で、統合してみんなが一緒になって祈るときは、それがないと、結局みんなは分離様までただバラバラにつながっても、はい、なかなかそれだけの大きな効果は出せないと。逆にみんなが、例えば自分の中、口では、こうしたいって言ってても、本当にハートがみんな、この、統合されてない状態で繋がったら、バラバラ分離のままで繋がると、そういうものが結局大きく世の中に広げられていくので、まあ解決なかなかならない。だから、そういうことすごく重要なことである。と同時に、そういうお瞑想するときの自分のハートの状態、本当に愛に溢れる、統合されたハートとマインドが一つになっていくことが前提とするのがすごく重要だと。言ってたので、ああ、なるほど。で、今の、課題、まあにしてもそうだし、大勢の課題が、ハートとマインドが統合される、神聖なるものとして、聖なる状態で統合されていくか、そのことがすごく今大切だ。本当に無条件の愛に目覚めること、そして、ユニバーサルマインドと神のマインド。だから、ハートから考えるっていうマインドになっていくことをすごく重要視されている。そのワークが、今一番ある意味では、重要なワーク。こういう、ドランブラもそうだし、こういうワークが今すごく重要になっている意味が、それが一人一人持っていれば、今度、その中からみんな一緒になって、一緒に瞑想したり、一緒につながっていったりすると、この人たちは世の中変えていく力があるんだなっていうのが。だから、ああ、段階があるんだと。で、自分たち、ただただ、ね、いくらそれに、いい、なんていうんだかな。目的がすごくいい目的だとしても、そのハート、統合が、まず第一。そこが、ないと、なかなか、要するにみんなが持ってるものを、こう、広げるわけですから。みんなで何を持ってるのか。だから、やっぱり、本来の自分、まあ、マンが言ってる、今は、本当に悟った自分、思い出す、それを思い出すこと、その愛である自分、その思いやりである自分、それを信念大きいですね。信念とか献身とか、純粋さとか、勇気とか、こういった自分をまず目覚めさせる。そういった自分になっていく。それが一人一人、まずそこに入っていけたら、誰も批判しない。ね。誰も疑い、
てか神を疑わない。まず神を疑わない。うん、自分を信じる、うんで。本当の愛になれると。こういう、マーガリット、神聖なる要素、うん。こういうものをまず具現化していく、うん。そういうものを具現化された人たちが一つになって、一つの思いで地球を変えようと思ったら、ものすごい力を持ってます。今課題です。はい、今年の10月にサイマーが、うん、今度長野で、大きなヤギや、ごまたぎを行うんですね。うん、で、そのごまは、まあ、なぜまーがそれをやるかと言ったら、聖者はごまをなかなか、聖者は、必ずしもごまを炊かないんですよ。はい、お坊さんに炊いてもらうことが多いんですけれども、自ら、自分から供え物を入れて、そのごま炊き修行を行っている聖者は、インドの場合ですね、日本はちょっとわかりませんが、インドの場合は結構珍しいらしいんですね。で、マーの場合はもう小さい時からそのごま修行で育てられて、密教の関係で育ってますので、それがずっとその重要性を知ってますので、すごいごまを大切にしてきたんですね。で、聖者の中で、ごく稀なんですけれども、このマハヤギヤという、一生に一度行う、大きなヤギヤ、やることあるんですね。で、サイマの場合は、その、マハヤギヤを、今年やることを決心してくださいまして、まあ、今回、この世の中が、だからこれだけ、今、いろいろ浮上している中、だから地球の中心からいろいろ吐き出すように浮上している中、私たち人間が地球に入れてしまったいろいろな争いとか、歪んだエネルギーとか、戦争とか、憎しみとか、そういうものをいっぱい入れてきましたから、それを浄化してあげないと、人間が、私たちが責任あることにちゃんと片付けなければいけないと。で、そのためには、まあもう毎日やってるんですけれども、地球の第二次世界大戦のエネルギー、いろいろ波動を浄化したり、いろいろ、浄化されてない、霊たちを浄化していくワークとか、毎日刻々とやってるんですけれども、まあだけではなく、いろんな方は、まあギャングが言ってますけど、やってるんですけど、それでもなかなか追いつかない。で、いうことで、今の上昇の中で、だから、地球の波動が上がっていく中、そういった私たちが地球に入れてしまった、そういうものが吐き出されようとしている。で、それを早い、もうすごい速度が上がっているので、それが結構激動的に出てきちゃってるわけですよね。だからみんながおかしくなっちゃったり、はいはいはい、地球的な地震にしてもいろんなものでもうすごくこうエネルギー動かそうとしていると。でこのままでは第三次にも至る可能性があるので、だからとにかくそういうものを一気にもうバルブ、圧力釜のバルブをこう抜いてあげるような、その圧力を抜いていくっていう意味でも、このマハヤギヤ、これだけの、まあ、の場合、27のごま団と、108人の、これのために修行、もう、ほんと5歳、6歳ぐらいからずっと修行してるお坊さん、インドから連れてきて、ごまを炊いて、それ全部、まあ、日本をはじめ、まあ、はすごく日本のことを心配してますので、だから、まあの、一生に一度のマハヤギを日本を土地に選んでくださったんですね。で、それで、もう地球のそういうものをとにかく抜いて、まあ、ある意味で地球の、潜在意識の中に私たちがいろんなゴミを入れてしまってますので、それ全部、そのヤギの力、ゴマの力を使って、利用して、お経を利用して、みんなの、さっき言ってた統合されたハートに入る気持ち、とかゴマに、そこに立ち会う皆さんも、今からもずっと修行していって、本当になるべくハートの、もう自分として清めていきながら本来の自分に入っていく気持ちでごまに立ち会っていこうと皆さん話し合ってるんだけれども語り合ってるんだけれどもそれで本当にそういったものをできるだけ力強く抜いてその圧力を抜いてでそれをもう本当にできる限り綺麗にした段階で、波動的に綺麗にした段階で、みんなで世界の悟りの祈りをしろと。
だからさっき言った悟りは本来の自分を思い出せるように、自分が光であることを思い出せるように、だからみんなが自分の光である、本当に自分の姿を思い出せるようにお祈りしようと。そうするとみんながそうなれば、そういう状態の私たちって平和が自然の状態なので、もう自然と平和が現れるではないかと、そういう気持ちで、まあは今度のコマに入っていってるんですけど。まあ、やっぱりこう日本でごまかえてくれてすごくありがたいですね。なんか日本の悪さ、悪いものどんどんなんか消えそうじゃないですか。そうなんですよね。もちろん立ち会ってる人みんな浄化してもらえて、土地のことも本をずっと浄化していって、もうパンデントたち、その坊さんたちのもう気持ちとしては、このゴマを使って本当に放射能を全部これで浄化しちゃおうと、そういう気持ちでも来てくれています。すごいな。で、彼らは本当に自分の寺さえ出たことない人たち、だからパスポートもちろん持ってない、村も出たことない、お寺は本当に出ることを禁じられてるぐらいのお坊様層が、今回このために日本に来てこれやると言ってくれてるんですね。すごいな。だからもうみんなの思いをとにかくすごく感謝してるのと、だからそれに心が惹かれる人たち、もうぜひ、これ本当にパンデットと話してると、これだけの大きなゴマが直径25メーターなんですよ。多分ね、プールの 長さですよね。大きい。すっごい、とてもなく大きいんです。で、その下でもうとにかく27段のゴマ段を聖なる幾何学の星型に作っていって、それがもうそのプログラム見せてもらったんですけれども、プジャって言って、一つのプジャが一つの、お祈りですね。それがもう一日何十とあるんです。これだけよ、こんなにやるんですかってぐらいもう詰め込んであるっていう、もう全部とにかくその時のお経をあげてて、今はもうインドでもそのためのお供え物の準備してるんですけれども、もうすでにコンテナいっぱいということで、送り出す人が一体日本で何をするんだというぐらい、もうありとあらゆるプジャのお祈りしてるから、すべてのそういうの神様に対する一番最善の、お供え物との用意なので、もうそれのことでじゅん、あの今準備にかかってるので、もうみんながそれに関わりだしてて、ごまを炊き慣れてるインド人ももうびっくりしてるぐらい。だからこれはインド外では、インドの外では多分市場で、パンデジの曰く、パンデジはそのパンデの世界中でこういう儀式やってる方で、もう今年入ってからもう50箇所ぐらいでやってるんですけれども、そのぐらいものすごいこういう儀式ゴマを焚いてる人なんですが、これだけの大きなゴマはインド外ではもう多分史上初めてじゃないかと。で、そのパワーからしたら、これだけのお経を全部並べ立てて、これだけの供え物全部揃えて、これだけのもういろんなお寺から来てもらってますので、これだけもうすごいお寺の方々がみんな出てきてくれるっていう意味合いでも、インドも合わせても今世紀ここ数百年の間では一番大きなゴマではないかと彼はの意見では言ってたんですね。だからそれだけのことがここ日本で行われるって思ったらすごいなと。だからその力、そのパワー、もう一つにはやっぱり、まあは初めて2012年に初めて日本に来た時に、日本人はすごく神につながり深い国民で、もう土地に足を一歩踏み入れた時から感じてたんですね。で、まあはその時から日本人は本当に自分との神様とのつながりを思い出した時は、みんな国民として日本人みんなが一気に悟るの早いと言ってたんですね。で、そういう意味でもう、これは私の推測ですが、まあがここ日本でこれだけのゴマを焚いて、
まあ、私たちの自分と神との妨げがこれ全部解けるとしたら、みんなが一気に悟ったら、本当に日本はそれをその悟りのエネルギー世界中に広げていくことが可能なんだ。だからここからそれからして日本世界全体の悟りって本当に可能なんだなとか、それができるんじゃないかなって、すごいなんかそう思うと、もうこれで今までの、まあ、二重性の分離の世の中に完了を遂げることが本当にできる可能性があるんだと、もうそう思うとすっごいあ、感謝と、なんかあ、このために生まれてこれをやり遂げたらもうやりに来たこと全部やり遂げる。もちろんでやっぱりこの話をしてる方々の大勢が同じように感じてくださってるんですね。あ、これでまさしくみんなで帰れるねって、帰れるのはその統一の意識のその偉大なる存在である自分たちに戻れると、みんなで誰も残さないでいいんだねって、みんなで帰れるねって、そういう思いで、まあ、みんな下脱しちゃうってことですよね。そう、まあ、まあが今しようとすること本当でかいですね。いや、だって通常の人だとね、まあここで意識がみんな上がるっていうのは分かったけど、まあこの例えば日本だけだとか、まあちょっとグループの私たちのグループだけ上がりましょうみたいな感じがあるんだけど、マーが考えてるのが人類全体じゃないですか。そうです。まあ世界全体です。空海さんとかがマスク確かに言ってたと思うんですけど、そこに愛を持ってチャレンジされてるってもうすごいですね、もうね。いや本当にマーの愛の大きさが伝わってきますね。でもテリーさん、はい、待ってましたね、こういう時代。はい、いや嬉しいです本当に。でもね、こんな時代になってきたことが、うん、いや今このアメーバーフラッシュでスピリチュアルテレビやってるんですよ。他とか麻雀の番組とかいろんなやってるんですけどね。そうですよね。これがアメーバさんに OK 出たんですよ、この内容が。はい、それで、ね、私すごい時代だと思いますね。すごいと思います、はい、すごいと思います、はい、で大体こういう課題が一般的に取り上げられていると、で宇宙全体も科学も今すごく変わりつつありまして、その科学でさえこのまあ、私たちが全てつながっている瞬時に連絡取り合い、瞬時につながりを持っているということが科学的にも証明されてきている時代なので、はい、もう暗黒時代が終わった。そうだ、もう一人一人分離した時代が終わったんだ、私たちもつながっていたんだってことに気づく時代なんですね、本当に、はい、そうだよね。そうですね、だから、まあ、今年はすごくある意味ではそういう意味ではピークの年、切り替えの、まあ、がなこれで7年新たな7年の周期に入っていると、はい、でこのまずはこの魂のつながり、魂ともう深くつながり、魂と生きる、そしてそこから、まあ、はそこで止まってないんです。変貌という言葉を使ってるんですけれど、今年で変貌は本当キリスト教で使われる言葉で、トランスフィギュアレーションという言葉の訳で使ったんですけれども、そのトランスフィギュアレーション、私たちが言ってる変貌はイエス様が十字架にかけられた後に復活する、一回死にましたよね。で復活するために彼のイエス様の体が全部
もうすべてのレベルで組織組み替えされたんですよ。光に生まれ変わったんですよ、体が、肉体からが。で、そのことを変貌というんですね。だからトランスフィギュレーションとすごい特定な意味があって、すべての、まあ、肉体からマインドからチャクラからオーラのシステムからすべてがこう新たなシステムに作り変えされると、それのことを変貌と言って、まあは変貌とトランスフィギュレーションと言ってるんですけれども、この7年の周期で今年から変貌に入り、復活アセンションまで行くと。だから私たちのでもう悟りはもうここなったら、前々から前が言ってるんだけど、悟りは私たちみんな悟る状態はまず本当にスタートラインに立つようなものだから、そこからが面白い、本当に面白いワークが始まると。だから自分の組織変えしていく、細胞そのものを光に変えていく、肉体自身を光のものに変えていく、これが弘法大師さん空海 の、 ワークだったんですよね。これが密教のワークでもあり、自分の体をこう細胞からして光に変えていく、 DNA を変えていくと。でそこから復活となり、まあ、アセンションとなると、このワークに入っていきたいと。まあはもう とにかくそっちに皆さん連れていきたいから、早くだから一気に世の中悟りにまず入って、でそこからもうここ7年間はどん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  そっちのレベルのワークに入っていこうと。だから今年の、まあ、福岡もう本当に5月27日にダルシャンで福岡に来ますので、28、29でこの魂にあふれる道とこの課題 の、プログラムでソルフルジャーニー、魂に満ちあふれたジャーニーを行います。でもうこのワークをもうだから今年入ってからはノマーのワークと本当に違うと思ってたの、言ってたのは、今は本当に細胞に光を入れて細胞を変えていってる、この変貌の組織を全部変えていくっていうワーク、だからそれが多分、まあ、今回 の、 福岡の課題であり、この魂あふれる道の課題であり、本当に自分を差し替えしながら魂がこう入って自分の中で具現化できるような体を作っていくと。でそれと同時にそれが今度基盤となって、まあ、ハートとマインドのつながる、ハートとマインドが聖なるハート聖なるマインドとつながっていくことによって、で魂とのつながりが築き上げられ、それが10月に長野の方で行いますが、長野 の、 そのマハヤギア、サイマ108のマハヤギア、それに向かっての大きな準備、これね、先ほど言ったようにみんなが点々バラバラで一生懸命瞑想したところで、まあ、できる、まあ、獲得できること限られてる。だけれどみんなが本当マインドとハートがつながって、本当にその魂をの具現となって、ハートから生きる、ハートからが中心になっていけるようになると、その私たちが器となり、この来る坊さんたちの宅ごまの本当に器、まあ、現場での器でもあり、全国での器も作り、世界中にもそういうふうに器となっていけたら、我々みんなの力でこの本当の、まあ、世界悟りの世界、みんなで自分の光を思い出してもらうということを、まあと共に成功できるんじゃないかと。でも本当にみんながそのために一つを統合された気持ちにハートでつながっていく方がすごくもう重要になってきますので、今から本当にその準備です。私たちも瞑想会とか勉強会、まあ、サークルオブライトといってサークルを作ったりサットサンしたり、まあ、が来る時は特にそのためのエネルギーがものすごく下ろされますので、その準備として私たちの器を作り上げてくれますので、ぜひその福岡の方にも来ていただき、ごまの方にも、これからねテリーさんにもごまの話これからもっともっとしていきたいと思いますので、10月までの間もっと紹介していきたいと思いますので、テリーさんもその準備の瞑想とか準備のいろいろツールとか、はい、一緒に
もうぜひぜひ来てくださいね、現場に。行きます。もうこれはもう一もう世界最あの史上初めてというぐらいだから、一生に一度どころか、もう二度とないあのレベルのものだと思いますので、今までなかったし。だから、これは、すごい時代に入ってきたな。そうなんですよ。本当にすごいと思います。まあでも、なんか、なんて言いますかね、こう私もなんかね、こう、悟り、スピチャーって見てると、すごいみんな今、悟り始めちゃってるんですよ、みんな。で、あの、私も、なんか、ちょっとエネルギー、すごく高くなってきちゃってるんですよ。はい。赤ん坊になってきたみたいな感じで、結構、赤ん坊って寒いとこ置いといても、あったかくしているじゃないですか。はい。そんな感じで、あんまり寒い時でも結構、薄着でいてもあんまり寒くなくなっちゃったんですよ。エネルギーどんどん入ってきちゃって、はい、だから多分みんななっちゃってるんだと思うんですよ。そうですね、皆さん本当にそれに向かってますので、はい、だから本来の自分にみんな戻り始めちゃってるんでしょうね。はい、はい、そうなんです。だから、はい、それが世界みんなができたら本当に素晴らしいなって、はい、ね、それのきっかけを日本がやれるってのもまた光栄な話ですね。はい、この時代に生まれてきたのみんなね、偶然ないし、ここにそれぞれの、はい、だからまあ何のために生まれてきたんだろうと思ってる皆さん、このためです。悟るためです。マーが言ってます。唯一悟るためです。今までどこ行くか、なんかどうしたいのか分かんないとか言うけど、このテーマ見てなんかピンときた人いるんじゃないですかね、もしかしたらね。こういう世界があるんですよ皆さんみたいな。はい、ね、まあでもここは怪しいところではありませんので、きちんとやってるところなんで、国際的にもきちんとやってるところなんでね、よろしくお願いしたいなと思うんですけどね。はい、もう今回世界のいろんなところから皆さん参加してもらおうと思ってますので、はい、本当にもうドランブロもこの、テリーさん今度また話しますけど、はい、ドランブロもこの話いろいろこの間してきたんですよ。はいはいはい、そしたらこれ全体的にまた話すごまの時話しますね、次回の時ね。はい、ドランブロのメディキさんですね。はい、フラワーオブライフの、はい、もうこのこと、彼ももう自分の、はい、自分の着てるいろいろちゃんと伝わってきてるもの、はい、ものがありますので、はい、アマテラスと空海と、うん、そのつながりでこれが成り立っていると、これも日本でだからこそ、その空海とアマテラス様のつながりで、このお導きもつながってきますので、それはすごいことだと思います。やっぱり太陽、そうですね、聖なる母と聖なる父の、聖なる男性性と聖なる女性性の、日本にとってはそういう、うん、エネルギーを代表してくださっている、うん、素晴らしい存在たちなので、うん、その導きのもとでもある今回のごま、うん、でもありますので、うん、はい、はい、これごまは私たちどう、まあ、参加するのはどうしたらいいんですかね。もうすぐ立ち上がります。今ちょっと最終的にいろんな、はい、最終的なことを詰め合わせてますので、多分ゴールデンウィーク明けくらいには登録サイト上がりますので、うん、その上がった段階でまた、はい、今回から月に一度くらいテリーさんといろいろ話、いや、こういう話をしていこうというふうに、はい、お話ししてますので、はい、多分次回までにはそちらの方が立ち上がっているので、もっと詳しくお話できると思います。すっ、今日の、はい、すごい楽しみですね。もう私 もうそれがもうすごく楽しみ で、はい、で今は福岡がすごく楽しみです。もう、はいはいはい、あと1ヶ月でマーが日本に来ますので、はい、もうそのコマに向かってもこれがすごく大きな準備の週末となり、はい、私たちを魂とに溢れる道で、本当に魂がの具現化として毎日歩んで、うん、もう心の中の喜びと、ハートで考えられるように、うん、ね、マインドで感じられるようにと、このつながりをしっかり身につけていきながら、はい、毎日の生活に励んでいけるためのこういうプログラムで、ぜひ福岡の方に来ていただけたらと思います。これソウルフルジャーニーとダルさんですね。はい、ダルさんです。
5月27日のダルシャン、これは皆さん無料で参加ありますので、またそまちた。らにもぜひそうぜでひす。まあに会いに来てください。すっごく今もう去年と全然違うワークと波動と、もう愛がもう溢れてます。もうみんなに、日本のみんなにとにかく会いたくてしょうがないって、もうマーカーも会いたい、早く会いたい、恋しいって言ってた。ありがたいですね。まあ日本が大好きで大好きで、日感本人謝が感大謝。好きで大好きで、早はく会いたいって。い。なるほどね。ありがたいですね。はい、とかぜひ今に会いにいらしてください。今出てるかな、これ。よいしょ。これ今、ちょっとね、ソウルフジャーニーのその内容を今出させてもらってますけど、これですね、福岡のやつですね。そう、福岡の方で。これと、これは6万9000円かかるんですけど、3日間ですね、これね。ダルシャン合わせて3日なので、まあ、プログラム自身は2ああ、日そっかそっ間、か。土曜日と土曜日の夜と日曜日と。で、ダルシャンは皆さんが参加できますので、こういう感じで、saima.jp から、そこからイベント申し込みに入っていただけたら、saimaa.jp の方に入っていただけたらと思います。九州の、博多駅の真上の9階ですね。九州ホールという、いい場所ですよね、あそこね。はい、すごく綺麗で、まあ、がとても気に入ってました。そで、うですね。食べ物屋もいっぱいいます。いっぱい、本当にいっぱいあります。だね。からダルシャンは一応5時からスタートになってますけれども、受付は3時半からかな、一般の受付は。で、まあ、番号をもらって食べに行ってもいいですし、まあ、せっかくマーがいますので、まあ、あと一緒にお時間を過ごしていただけたらと思います。ありがとうございます。で、今日 Facebook にまたリマインダー立ち上げましたので、Facebook で私のサイマージャパンにつながっている方は、Facebook から申し込みサイト、うちのオンライン申し込みもあるし、PTEX の申し込み両方立ち上げましたので、登録しやすい方で登録していただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。質問があるかな。 いいか。なんか私ずっと話しっぱなしだったから、皆さんの意見も何も聞いてない。ごまあめんでなも、さい。大丈夫ですよ。京子さん、まあに会いたいです。なるほど、なるほど。みゆさん、私、去年アセンションしました。アセンションしましたか。素晴らしい。ゆみさん、ワクワクが止まらない。アサチャングさんかな、これは。日本人じゃないのかな。生き生きしていますね。責任重大です。本当に光栄です。レイコさんが今まで見たことないくらい力強いです。こうやって書いてますね。ありがとうございます。ケロッピやったー。ワクワクドキドキ。本当だ。落とし文さん、オセロの大逆転のワクワクの時代です。こうやって書いてますね。アサチャングさんかな。マーのエネルギーがバシバシきますね。久しぶりで嬉しいな。この流れの波に乗っかりたいです。なるほど。ミコさん、気持ちいいです。ありがとうございます。京子さん、本当ですね。素敵な時代に生まれちゃったな。日本インド化計画とか言ってますね。朝さん、インド人びっくり。日本にインドが誕生するかもしれないですね。確かにね。ユミさん、めちゃくちゃいい感じですね。感激して涙出てきました。ありが嬉しいとでうごす。ざいます。わーいわーい。ラベンダーさん、こんばんは。スケールの大きな話に聞いてしまいました。お銀さん、ありがとうございます。お銀さんももちろんですよ、全員だから。ね。みんな行こうってことですね。すごいですね。日本は一体どうするの？すごいですね。本当にありがとうございます、京子さん。落とし文さん、熊本の地震の浄化も関係するのかな？みたいな感じですかね。チャットアンさん、最近太い、本来の自分を思い出しそうになります。もう少しなんです。もう少もうし少なんし、です。本当にもうそこまで来てます。みんな来てます。そうですよね。直弘さん、この1ヶ月が非常に大切だと感じています。確かに確かね。に。はい、まあ、5月からすごく爆発的に変わりますって言ってました。直弘さん、オンライン講習受けたいですね。
頑張ります。はい、直弘さん、押し上げられているエネルギーもありますが、ただ自身が行動しないと分からなくなってしまうでしょうねっていう感じですね。うん、まあ、これちょっとやっぱり自分もやろうという気がないと多分波に乗れない可能性はあります、うんうんうん、ね、でもみんななるべく乗ってもらいたいんですけどね、うん、だからコミュニティが大切ですね、うん、みんなで支えて、はい、ロック寿司のゲームの数楽しみです、はい、うん、ケロピさん、先輩や年長さんの意見やアドバイスも通用しにくくなってくるということかなとか会社の先輩とかそういうことかな、分かんないけど、はい、うん、直弘さん、確かに今年はうちなる魂に毎日耳を傾けることが必須になってきていますね、はい、うん、はい、ヒマラヤ製図実践版が今マイブームです。なるほど、はい、ということでちょっといっぱい来ておりますね、今日はメッセージが、はい、うん、ありがとうございます。皆さんの声を聞くといつも嬉しいです。朝さん、やっぱり福岡行こうかな、私の前に会いたいねって書いてた、うん、前に会いに来てください。はい、ちょっとなさん、オウムシャンティーサイマー、私も前に会いたいです、前の波動を感じたいです、うん、はい、うん、ぜひぜひ来てください。天野さん、レイコさん、ありがとうございます、まあ、関西にも来てくださるでしょうかって言ってですね、まあ、わかんないね、いつか呼ばれたり来ますよ多分、はい、ローズさん、ソウルフルジャーニーはどんな感じでしょうか、もう少し詳しく聞きたいですって言ってますね、うん、あ、今回あの九州であったんですよね、でもいっぱいですよね、もしかしていっぱいなんで書いてないんですかね、今回なんか九州まだいっぱいじゃないですよ、大丈夫ですよ、はい、うん、あのソウルフルジャーニーは、あ、ソウルフルジャーニーは本当にその、はい、まあ、魂とつながる、まあ、教えもあるけど伝達が多いと思います、まあ、からもう本当に魂とつながっていく、つながってつながってつながってて、はい、そしてあのあとアマタラスのマントラで、まあ、アマタラスのエネルギーもつながってる、はい、だからいろんな意味で自分たちの、あの中の声を本当に魂の声と一つになっていくための、はい、まあ、の場合伝達が多いんですよね、だからあの内容的にこうっていうのがちょっと話しにくい、うん、というか説明しにくいところがあるのは、うん、マーの場合はエネルギーでそれを感じさせてくれて、エネルギーで魂を持ってきてくれて、エネルギーで魂とつながって、うん、つなげてくれるので、うん、それ後はだから頭で考えるよりも、うん、まあ、その教えももちろん何が起きてるか分かるための教えはあるけれども、実際そのエネルギー面がすごく大きいので、うん、でもあとチャンティングしたり、あのそうやっていろいろ教えを受けたり、マナ伝達を受けたり、うん、あのアマテラスとつながり、アマテラスのマントラ、うん、なんか信号の方に入っていたり、うん、誘惑が中心になっていると思います。そのジャーニーっていうのはイベント、普通今まではだいたい週末は土日のそれぞれのイベントをやってたんですけれど、はい、もうジャーニー、これはあのプロファンドヒーリング、ジャーニーを受けなくてもいい、あの一般のどなたでも受けられるジャーニーなんですが、ソウルフルジャーニーはそういう意味では週末にかけて、あの本当に2日間かけてマーが深くワークしていく、それがあの特徴だと思ってください。伝達的なワークがすごく大きいのが特徴、ね、プロファウンドヒーリングみたいなの今回やるんでしたっけ、九州で。やはりあのプロファンドアウェイクニングがあります。アウェイクニングですか、はい、プロファンドヒーリングの卒業生が、それもアウェイクニングは魂とつながるワークなんですよね、はい、だから毎日を魂として生きるために、はい、魂と、もう魂である魂である魂であるということを、それを本当にこう生きていく、うん、だからソウルジャーニーでそれが始まり、うん、でアウェイクニングではジャーニー卒業生のために、だからもっと本当に深いレベルでそれを5日間やっていく感じがアウェイクニングです、うん、日本で初めてのアウェイクニング、それも面白そうだな、うん、面白いよ、はい、もう楽しくてしょうがない、そこなもう光としてあ歩いて遊んで飛び回って、うんうん、宇宙を飛び回って、うんうんうん、はい、ぜひ興味ある方はまた行かれていただければと思うんですけどね、今回のマーはやっぱり、目を離せませんね、今回はね、もう、うん、はい、もう輝いてますね、あの、はい、今年に入って本当にマーが、この間ちょうど3月にディビナイジングといって、うん、あの体の細胞レベルからこう
変動させていくワーク、光に変えていくワーク、なんか細胞とか DNA とか DNA を新しく組み替えたり、そういうワーク、それちょっと受けてきたばかりなので、すごくみんなに私もすごく変わったと言われてるんですけれども、そのワークや終わってきたんですけれども、マーが本当にそのディビナイズのワークに入っていってるんですね。っていうのは、もう細胞の中からもう全く全て新しく組み直していってる。それがもう出てくる人みんながもうなんか輝いて、もう全然違う状態になっていってるっていうのが、だからそれもそのレベルの枠を、ディビナイズはアウェイキング、一番上級、上級という言い方おかしいけれど、アウェイクニング終わった後、エンライテンドがあって、その後に初めてディビナイズにできる。だから結構長年の生徒だけだったんだけれども、とはいえ、そのエネルギーは今のマーの全てのプログラムには振動してますね。どれを受けても、これもディビナイズのエネルギーだなっていう感じで。マーはそう、区切らないから。だから、今、こういった週末のプログラムはやってないですから、日本で。日本特別にやってくれてます。本当にやってないので、すごい珍しい、今年から入ったらもう珍しい機会と思って、ぜひいらしてください。京子さん、どういったコミュニティが重要でしょうかって書いてますね。このコミュニティは、お互い光の、存在として尊重し合う。そして光でない自分たちの部分ありますからね。私だってそうだし、自分で急にイラッとすることとか、不安になることとか、に、あのさ、ね、人間である限りいろんなもの出てきますので、ただ、そういうといろんなパターンがありますよね。で、私たちの破壊的なパターンも持ってますよね。だから人を傷つけるような、例えばイラッとした、としますね、とか不安になってなんか前進できない時とか、人を傷つけたりとか自分を傷つけたり、そういうパターン持ってますよね。で、本当にこれからのコミュニティっていうものは、お互いにそういう全てを受け入れ合いながら、で、自分にとっても破壊的であるそういうパターン、自分にとってもためにならないパターンをお互いにもうどん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 浄化していこうと、温かく見守り、お互いに、今出てるよ、だから私たちの中でよく、あれ、今ちょっと不安出てきたんじゃない？とか、今ちょっとイラッときたね？とか。で、それをある意味では笑えるように、笑えるとか、もう気楽に、こう、お互いに、批判なく指摘するっていうか、要するに一番最初に重要なのは認識だから。自分これやってるんだって、普通無意識でやってるから、潜在意識からポロッと出てくるから、まず認識できたら、今度それをさっき言ったように上書きするなり溶かすなりできるから、だからまずはお互いに認識して、でも批判せずにお互いに成長していく、サポートしていける本当の仲間、こういうコミュニティがすごく大事だと思います。ね、今ポロッと出ちゃいますからね、今ね。そう。でもそれね、潜在意識にあるからしょうがないんですよ。それを全部きれいに潜在意識から消していけるようになったら悟れる。まあ多分あれですよね、今の人って職場とか、家庭環境の中でそれポロッとやってるんですよね、今みんな。だから、実そう。そして大変なことになるんですよね。分かんないからね、みんなね、そういうの出てるってね。だからそれを意識するようによって、お互いにサポートして、そういうのをどん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 溶かしていく道具を使って、それ浄化していくワークをして、もうポロッと出ない状態を作っていく。で、常に自分で選んで、だからそういうのに振り回されずに、本当に自分が選んだそういう気持ちを常に持てるように、意識して持てるようになっていく。これのためにコミュニティすごく大事です。だってそのポロッと引き出すのはコミュニティですから。まあコミュニティが鏡になるんですよね。そうなんです。アシュラムは圧力釜って言われてるぐらいだから。なんかじゃトラブル起こるわけですね、その大変、アシュラム。
大変であるけれどもうん。グランドルールとしてはおなる互いにほど。尊重し批判せずにはい。正直にお互いにはい。話し合いサポートし合い一つ一つ乗り越えていく。で常に本当はお互いみんな統合された一つの愛の意識体であることを今はもうごっつんしたいと思ってても それが表にあると。でそれをお互いに最終的に磨き上げていこうという気持ちで、そういうコミュニティだから何があっても批判されない、何があってもお互いに絶対に見守って、お互いに成長していこうという約束し合っている仲間ってすごく重要ですね。すぎるさん、潜在意識はすべてきれいにならないと幸せになれないのでしょうか。潜在意識の中がいろいろある限り何かポロッと出てくる。で、人を傷つけると、マーが言うのは、そういう意識しないでポロッと出た人した来たことでも人を傷つけてしまったらそれカルマとなりますので、それ返しまた解消しなくちゃいけない荷物ができていくと。だから潜在意識が、まあ、全部きれいになるまで、きれいにならないと、まあ、ある意味で悟ってないわけだから、それ全部きれいにならなくても幸せになったり喜び持つことはもちろんできると思います。でも本当はもう誰も傷つけたくない、自分も傷つけたくない、本当は全てが本当に自分の中が知られている中で、自分が今度マーが言う超意識で自分の選んだ気持ちで自分の現実を作り出していくためには、そういうものを片付けていくという課題です。でも幸せはそれとは別ですね。チャットナーさん、人間が入れてしまった波動とは何ですか？入れてしまったのだから入れてしまった意味もあったのでしょうか？例えば、いろんな戦争とか争いとかありますよね。そういうエネルギーって全部地球に入っていくんですよね。で、今、例えば日本ですごくいっぱい入ってるのは落ち込み、うつった、その落ち込みってすごい低いうつ。だから、一時は日本人の国民の半分ぐらいが、うつ病とされていたぐらい。だからそういう波動は、だからその長い間ずっと押し付けられたり、ずっと我慢してきて、自分を本当現せないとか、そういうエネルギーっていうものは、代々伝わって、系列にもちろんあるということもありますが、土地そのものにあるんですよね。ないですか？どっかに行ってなんかすごく重く感じるところとか。ありますよ。日本人特有のこのありますよね。どんよりという なんていうのかな、こう、みんなと同じでなくちゃいけないとか、自分を殺さない、言葉でもありますよね。自分を殺さなくちゃいけないとか。自分は我慢してでもみんなに尽くすとか、ね惜しいんですね。え、だまあかちょっら、と違うね、世界ルールとは違ったちょっと日本人カルマがありますよね。で、そういうものを、まあ、代々のこう本当にもう我慢してきてるのもそうだし、戦争が起きた場所って絶対その戦争の血まみれのエネルギーを地球に入れてきてる波動でもあるし、そういう争いとかずっとおたなんていうかこうやっぱり昔から代々戦争のあるところだって、日本と中国と韓国がいい例じゃないですか。もう何百年と何千年とあっちが攻めたりこっちが攻めたり、誰が始めたにしても、ずっとどこかそれが続いている、それが土地に残ってる。でどこかでもうそこをとある意味でカルマの、輪から考えたら、前世はもう毎回反対が生まれてくるかもしれない。今回はユダヤ教であって、今回は中国生まれたり、今回は日本に生まれたり、今回はスペインに生まれたり、今回は韓国生まれたり、今回はアメリカ、まあ、転々としたところに生まれてきてる可能性って十分にあるわけですから、じゃあ前回の場合は反対がいたかもしれない。だからそういう意味ではこの地球の、ね、上ではそういう恨みとか
ね、ずっと残された代々とかそういうものも、もう片付けなければいけない。で、個人のレベルのものではないので、エネルギーとして残ってるから、それをまた引き継いで、その、ね、エネルギーをまた持続させていってるけれども、例えば私のおじいさんのね、おじいちゃんの時代でなんかされたとしたら、その人が私に直接にもしてるわけじゃなく、そのおじいちゃんもその人ももうこの世にないから、次回は全然どこに、どういう形で生まれてきてるかわからないわけだから、今回私がその人だったかもしれないし、わからないじゃないですか。万が一でも私たちわからない。実際、どういうカルマを持って、前世何をしてきて、どういうカルマを持って生まれてきてるのか、何を解決するために、何を解決するのか、どういう課題を持って生まれてきてるかは、大半の場合覚えてないわけだから、だから誰も批判できないと。みんなそれぞれ何か、要するにやり残しとか、前世なんかもしかしたら、悪い、まあ、私たち言う悪いこととか、人を本当に傷つけるような、人を殺すような、そういうことをしたかもしれない。だから今世は、なんかそれぞれの課題を持ってると。そのカルマは要するに自分のやった行いに関して、対して同じようなエネルギーのことが戻ってくると。そんなの輪を完成させないとカルマは解消できないから、それを解消しに来てるわけなので、それは自分の魂しか知らない自分と自分との、要するに誰の罰でもないんですよね。自分がやったことに対して自分で自分で輪を閉じてるわけだから、誰にも責められてるわけでもなく、神様に批判されてるわけでもなく、財閥も受けてるわけでもない。だけど、自分の中でそのエネルギーの、何か解決されなければいけないことはあるから、それを課題に持ってる。だけど、一人一人の持ってる課題は、他の誰でもが批判できるもんではない。わかんないもん。なんでその課題があるのか。もしかしたら、自分を、すごく見捨てた人がいたから、今回は自分を見捨てる立場になってるかもしれないし。その前提となるものはわからない。逆のパターンですそうそうそう。すべてはパ、要するにパターンをただこう全部操作してるだけなので、神の目から見たらいいも悪いもないんですよね。ただこのエネルギーとこのエネルギーが不釣り合いだから、こう調整してるっていうだけのことで。だからただのエネルギーなんだね。そう、ただのエネルギー。だから国民性の戦いっていうものは、ある意味では、国のレベルでの、まあ、国のカルマとして、カルマの解消ですよね。そう、作って解消していってる。だから、ここで、そのカルマとか、そういったエネルギーを全部土に入って、だから地球に私たちが入れてしまったっていうのは、私たち人間が国民性として、そういう戦いのエネルギーを入れてしまった、憎みのエネルギーとか、仕返しなくちゃいけないエネルギーとか、いろいろ入れてしまった。でも毎回毎回違う立場で来てるから、実際入れていってるわけだけれども、自分は前回どういう立場でそれに対ど入ってたかわからないわけだから、結構複雑になってくる。だからマーが言ってるのも、カルマの時代が終わったと。カルマがなくなる、アカシックもなくなると。ここで全部打ち消される。今その時代に入ってる。だからこういうゴマとかヤギ屋で全部浄化しちゃうんですよ。で、全部もうプラスマイナス、もう全部こう操作一生懸命やろうとしてる、この地球で作ったカルマは地球でしか解消できないから、みんな戻ってきてここでいろいろやり取りしてるんだけれども、その地球の、このカルマの解消の場としての地球の役割がもう終わっちゃうから、今全部一斉に操作しようとしてるんです。だからいろんなのが出てきちゃってるんです。そっか、今やんないと大変なことなわけですね、そう、それ。今やらないともうやる場がなくなっちゃうから。あと、乗り遅れたになっちゃうわけですよね、やそうらないそうと。そうそう。だからこういうマーはマハヤギヤで、もうとにかく地球レベルで全部このカルマ解消しちゃおうと。もっと楽に全部やっちゃおうと。代わりに、身代わりって言っちゃうわけじ軽くゃない。なるんですね、全軽体く的なに多る。分。
で、みんなもそれ参加することによって、みんなで地球のカルマを作ってきたわけだから、何らかの形で、個人的にもそうだし、さっき言ったように国民的のレベルにしても、どのレベルにしても、人間が作ってきたカルマだから、ここで、こういうごまなりに関わりながら、参加しながら、お祈りしながら、そのカルマを全部、ここで、打ち消してしまおうと。そしたらもう、終わりなんです。やる必要なくなって。ただアカシックがなくなるっていうのがすごいですよ。全部操作されてきれいに。また次の 冒険の始まりなのかもしれないけど今度はアカシックを書いていく っていうあれなのかな、わかんないけど。なんでしょうね。京子さん、どこでもできるポロッと出てきた時の流し方を教えてくださいって。一つは、ポロッと出てきたときは、捕まえたらね、キャンセル。今のキャンセル。エネルギーはキャンセルできるから。ただ相手に言ってしまったら、それは謝るのも重要だと思うし、エネルギー的に相手に伝わったらもうキャンセルしちゃうこともできるし、でもその気持ちですからね。そういうツールはまあからいろいろちょっと時間かけていろいろありますけれど、簡単に言ったらさっき言ったような上乗せするんです。だからイラッとした時は、例えば何かいい例あるかな。例えば、私の場合不安っていうのが結構パターンだったから、なんか怖いなとか、ちょっと不安だなと、ちゃんとできるかなとか思った瞬間、こういうエネルギーがあるってしっかり感じて、言う前にちょっと感じて、こういう感じがあるって100%感じられると大抵消えるんですよね。で、感じて今度不安の反対だったら安心、なんか安心の感じを持ってくるんです。呼びで起こすんです。安心、安心来てくださいって、エネルギーだから呼び寄せられるんです。そして呼吸で、一呼吸でその安心エネルギーを持ってくる。それも練習ですから、最初はポロッと出るとなかなか、でも意識できて、自分はこういう怒りっぽいとか、非難の言葉出しやすいとかしてたら、出る前に瞬間、本当は出ちゃうと蛇口から水出すようなもんで中に引っ込めないんですよね。その瞬間もカルマ一つ作っちゃってるから、できたらそこのそのままで解消できたら謝るなり、と自分も許す。自分も責めないで。これは潜在意識あったんだ。まだあったなと、もう自分を可愛く思ってください。ね。それで呼吸して、またやったけど、これでも、この一層、ワンレイヤー、この一層ちょっと呼吸して、今はちょっと、認めを入れようとか、今は、信念を入れようとか。で、どういうエネルギーで置き換えるか、で最初ちょっとそれ自分でわざとらしくやるかもしれないけど、だんだんそれが本当になってくる。思いやりを入れてみようと。で、呼吸使って、呼吸はエネルギーを動かしますから、呼吸を止めずにしっかり感じて、で、呼び寄せたいものを入れてみると。試してみてください。どうでしょうか、テリーさん。やっぱり来ると思いますよね。なんかこうそのエネルギー欲しいと思ったらね、つながり、今つながるなと思って、例えば今マーにつながろうと思ったらマーのエネルギー来るじゃないですか。すぐ来ます。だからこれと同じで、例えば感謝の波動とかにつながるとか、例えば私光っている私につながるとか、なんかこう自分でこうつながるものを決めればいいだけだと思うんですよ。それがやりやすくなってきてるんですよ。みんなができやすくなってるってことですよね。そうなんです。昔こんなにつながらなかったと思いますよ。昔、本当5年前とか難しかったと思います。なんかバンバン今つながるもん、なんか。
山さん、あ、山さんじゃないか。カルマって解消しなきゃいけないんですか？スグルさんかな？スゲルさんかな？これは、ね、別に、自分が解消しようと思えば勝手に起こってくるので、でいいですよね。そうですね。自分で出した波動をただ宇宙が同じ波動を加減宇宙で戻してくるから、これは戻ってきざるを得ないんですよね。自然の法則だから。だから絶対に来るんですよ。長野のごまは何月頃の、さっき10月ですよね、確か。10月の21、22、23です。長野の飯綱高原でやります。飯綱高原。はい。すっごく魔法的な出来事です。いろいろそこにたどり着いたのも、そこにまつわる物語も、次回のお話で。これは行った方がいいと思うな。うん。ちょっとすごいな。まあ、やっぱりそこの場所にいた方が、あれですよね、そのエネルギーでガーって来るわけですよね。まあ、そこにいることはすごいことだと思います。ものすごいことになると思います。これはちょっと楽しみやうん、な。私はそこに行かないこと想像につかない。皆さん呼ばれる人は心の中でわかると思います。楽しみですね。この間もちょっと下見で言ってたんですけれども、極端に言ったら、ちょうどそのパンデットの一人下見に来てたんですね。一人が唱え出したんですよ。それがもうすごかったんですよ。これが100、2、30人一斉に唱えてたら、もう山中に響くんじゃないかと。それだけでもすっごい波動が土地にこう染み込んでいくっていうんでしょうか。それはお経だけで、それにもう供え物だって、備えるものもすごいです。本当に、もう、こういうことは体験できないです。ただただお経じゃなくて、いろんなお経をあげますので、それぞれの経で違うんです、儀式が。だから一つはお牛さんに儀式したり、バラの花を何万本と火に捧げたり、そのもう一つ一つが本当にアビシェイカムって言って、こういうシバリンガムに対する儀式を行ったり、一つ一つが違うので、見るだけでもすごく珍しいとか面白いとか、本当に普段見れないようなものを体験、間近で体験できるっていう。で、それの祝福を全部受けられるって感じですね、そこにいて。京子さん行きたい。少子とさんかな。マハヤギアまでよっぽどの潜在意識の浄化をしていかないと、工事のエネルギーで吹っ飛ばされそうです。吹っ飛ばされないと思うけど、吹っ飛ばされないと思うけど、みんなで上昇まあ、しエたネりルギーしがてね。ガーって大変かもしれない。みんなで光になっちゃったりして。ごまは夜になるでしょうか。これ、3日間連続ってことですよね、要はごま。朝7時、朝8時から夜の8時ぐらいと、最後の日が7時から夜の10時ぐらいまで。だから朝昼晩結構もう一日中、間休憩は入りますけれども、結構もうずっと炊いてます。すごいですね。ね、普通ごまって1時間のごまとか2時間のごまとかありますけど、これ3日3晩 ずっとやり続けますから。これお弁当とか食べられるでしょうか、一緒に。お弁当全部用意します。あ、美味そうですしか。い食ちょっ事ととか、チ一ャイ番とか全部用意します。そう一番興味あるところなんですよ、私が。おやつも全部ちゃんと用意しておきますので大丈夫です。はい。飢えることはありません。ハメさん、今日のこの番組すごく良いですよね。すでに浄化されてますね、この機会に。浄化されてる、まあ、浄化されてる、ちょっとわかんないけどね、これね。島さん、最近エネルギーつながります。テレビ見ていても。あ、そうですね。つながるよね、なんか最近ね。いいですね。
ロさん、今の話聞くと私、カルマだらけなんだろうなって思ってます。いや、これ見てるってことはね、結構クリアできるってことですよね。うん、大丈夫です。そう、そういうことですよ。だから見てますよね。はい、うん、大丈夫かな、こんな感じで。あ、アッサさん、やっぱ現地に行きたいですね。やがいですか、実際のヤギ屋に立ち会えるのでしょうか。立ち会えますよね、これね。はい、うん、山さん、カルマにネガティブなイメージを持たなくても良いということなんですか。はい、ですね。うん、ね、別にそのカルマは起こることが起こるだけなので、うん、ただ出したエネルギーがブーメラン式に戻ってくるって、それだけのことです。はい、だからあまり、だからどういうもの戻ってほしいかは、どういうもの出すかによって変わるから、うん、それ意識すれば、うん、自分に戻ってきてほしいエネルギーを出せばいいと、うん、そういう感じです。で、今までの片付けちゃって、うん、この先はいいものを返ってくるように、いいものを出すと、はい、うん、ここから今いいもの出しちゃえば、あといいものいっぱい返ってきますからね、うん、はい、簡単なんですよ。カルマ実は簡単なんですよ。、うん、まあ、昔はいつ戻ってくるか分かんないですけどね。だんだん短くなって、昔は、うん、出したカルマ戻ってくるまで数年とかかかったから、うん、その結びつきが分かりにくかったけど、はい、今はもう瞬時に戻ってくるからすぐ分かる、うん、あ、やっちゃったとか、うん、思っちゃった、だって思うことだってカルマだから、うん、頭の中で人を批判したりするだけでも、うん、はい、カットしてその気持ちももう出しちゃってるから、うん、だから潜在意識を浄化させたいっていうのは、そういうものが思考の中にも、うん、ハートの中にも、自分の体のどこにももうない、うん、それだけのことです。うん、はい、あ、10月は21、22、23ですね。はい、はい、金土日、はい、はい、もうすぐ発表します。はい、細かいこととか、ということで、今日すごくいい話をまたありがとうございました。どうもありがとうございます。次回は今じゃなくて、また決めてですよね。そうですね、はい、行って、ちょっと今が発表はできないっていう感じですかね。うん、ね、次回どうしようですけどね。次回あれ19日ぐらいだっけ、またやっぱ、はい、一応カレンダーに、ただ朝の夜の方がいいかもしれないですね。19日の夜明けますよ、もしかしたら。19日にしますか。今一応スピリチュアルテレビ19日の夜になってます、はい、あ、朝になってますから、夜の方がいい。19日の朝はね、ちょっと移動しました。じゃあ夜にします。夜に、じゃあ19日の夜、夜でいいかな。大阪にいるな俺。使う方がいい。あ、でもマーの福岡がもう27日じゃないですか。そうなんです。だから19日にした。19日にしないとダメですよね。19日とか、うん、うん、そのぐらいの方が、はい、マーの来る1週間前、はい、そこにしますか。じゃ19日の夜8時、はい、はい、またマーの福岡はね、楽しみですね。はい、ありがとうございます。はい。はい、もうすぐマーが来ます。もうワクワク。嬉しい。久しぶりのマーの日本来日だから。はい、うん。少子とさん、思うこともカルマなんですね。そう。キャンセルって言えば大丈夫なんでしょうか。ある程度。でもやっぱり一旦行動を起こしちゃったり、人に言ってしまったことは、はい、もう完全になかったように取り戻すことは、ね、できないから、それはそれでちゃんと解決する必要がある。でもちょっとしたことを思った時に、あのこと考えたくなかったと思うと、すぐキャンセルすれば結構消せるみたいですね。私もよく、あとよく例に使うときに、例えば怒ってるときでこういうこと言ったとか、教えてるときって結構いろんな例出しますので、うん、必ずそういうふうに言ったらすぐ後でもう言いながらもキャンセルしてるんですよね、うん、自分の中で、うん、京子さんから依頼が来てるんですけど、玲子さん今少しみんな瞑想したいですとか言ってるんですけどね。
瞑想しますか？瞑想しますか、テレビで。みんなどうですか？僕は OK ですかね。じゃあ最後に瞑想で終わりにしましょうか、テリーさん。じゃゆっくり目を閉じて、自分のハートの中に、日本のハートの中のハスの花がありますので、そのハスの花の上に座ってください。ハートの中の空間でゆっくり呼吸をして、頭頂から自分の偉大なる存在、自分の魂の存在から光と愛を呼吸して、その光と愛を自分のハートの中に受け入れてください。魂の自分に対する愛、すべての自分を知ってる自分の魂、どんなに自分が大切にされているのかを今感じてください。自分のハートにな、中、ハートの中にある自分の愛と、魂から受けてる自分の魂から、想像全体から来る、受けてるその愛を一つとして呼吸してください。その愛を母なる大地のハートへ、地球の中心のハートへ送ってあげてください。一呼吸で、はあ、で、地球から包み込まれるように戻ってくる愛を感じてください。魂の愛、母なる地球の愛、そして自分のハートの愛が今一つとなっています。ゆっくり呼吸しながら、その愛を地球、そして宇宙全体と広げてください。自分の愛が創造全体に届くように。そうすると、宇宙全体、創造全体の愛があなたに戻り、あなたを包み込んでくれます。自分を包み込んでくれます。ここにマアの愛も感じてください。創造全体から来る、すべてに存在するマアの愛、
その愛の中で、自分がどんなに愛されているのかを、想像全体の中で、どんなに自分が大切な存在であるかを感じて知ってください。その愛の中で、ゆっくり目を開けて、この愛を今夜の体を休めるときに、その夢の世界に持って行って、ゆっくりその愛の中で安らいでください。オムジェイジェイサイマ、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。今日もまたなんかすごい内容のすっごい日で、またもう一回見たくなっちゃう感じなんですけどね。ちょっと殴り惜しいんですが、次回は5月19日ということで、またよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございありまがしとうごた。ざいました。ちょっと失礼します。れいこさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。オムジェイジェイサイオムマ。ジェジェサイマー。